GO! 今年はですね、薪集めを始めてまだ一月ぐらいしか経たないんですが、こんなに薪が集まりました。いろんな種類の木が集まりまして、 C、 柳、杉、松、この4種類の木がありますので、今回はですね、この4種類の薪、果たしてどれが一番割りやすいのか割り比べをしてみたいと思います。まずはチェーンソーを使って玉切りをします。いつものようにチャップスをつけてヘルメットをかぶります。手袋は革の手袋です。安全靴も履いています。飛び口を使って丸太を動かします。この飛び口はですね、立った状態で使います。腰に負担をかけずに重たい丸太を動かせるんですね。それから丸太から少し体が離れますので、足の上に落とすなんてことがなくなるんですね。それからこれはログリフティングトングです。まあ簡単に僕はトングと呼んでますけども、これも腰を曲げずに片手で使えるので、まあこんな風に丸太を引きずったりですね、あまり力を使わずに作業ができます。ファクトリー9。それでは玉切りしていきます。こういう時キックバックに注意してくださいね。チェーンソーの先の方に丸太がもう一本ありますので、この丸太にチェーンソーの先端が触れるとこんな風にですね、キックバックを起こす可能性があります。キックバックに関しては詳しく解説している動画がありますので、ぜひ概要欄からご覧ください。まず最初、これは C の木から切っていますけども、まずは上から地面を切らないようにギリギリのところまで切ります。丸太1本分全部切り終わったらひっくり返します。こういうふうにすればですね、地面を切らずに済むのでチェーンソーが傷まなくて済みますね。土を切ったり石を切ったりするとチェーンソーは本当にすぐに傷みますのでね、気をつけないといけません。ファクトリー9。次は柳の木ですけども、いつもだったらね、このぐらいは半分に切って終わりなんですが、今回は割り比べなので C の木と同じ長さに切っています。この柳の木と C の木、チェーンソーで切ってる分には同じような感じですね。硬さは変わらないと思います。ファクトリー9。次は杉です。杉はやっぱり柔らかい感じがして簡単に切れますね。それでは一番簡単に割れそうな杉の木から割っていきたいと思います。やっぱり簡単に割れました。もうほとんど力はいらないですね。斧の重さだけで割れます。それでは2つ目割ってみましょう。本当に気持ちよく割れます。杉の木はですね、木自体が軽いですし、繊維がまっすぐ通っているので割るのは本当に簡単ですね。でも薪としては杉はやっぱり軽い分だけ日持ちが悪いんですよね。火はつきやすくて燃えやすいんですが、すぐに燃え尽きちゃうっていう印象があります。なので細く割って焚き付けに使ったりですね、
それから一気に火力を上げたいっていう時には杉はいいと思いますけどもね。ファクトリー9。次は C の木です。結構ずっしり重たいですね。では割ってみます。おっと、意外にね、軽く割れましたね。うん、これはね、簡単に割れます。すごく気持ちよく割れますね。これもほとんど力がいらないですね。斧の重さだけで割れます。本当に簡単です。ほとんど力なんか入れてませんからね。それでは2個目割ってみましょう。これはね、ちょっとご覧のように節があります。やっぱり節がある分だけ1回では割れませんでしたけども、ひびは入っています。あ、やっぱり割れやすいですね。節があっても割れます。 C の木はですね、樫とかクヌギほどではないですけども、日持ちもいいですしね。何よりこういうふうにね、割れやすいっていうのはすごく薪には向いている木だと思います。こういう節があっても綺麗に割れました。ファクトリー9。次、柳の木です。なんとなくですけどもね、見た目的に割れなさそうな感じがするんですよね。硬いんじゃないかなって気がするんですけども、重さもね、結構ずっしりありますよ。うん、まあまあ固めの印象ですけども、でも割れなくはなさそうですね。まあさっきの C の木ほどね、簡単には割れませんけども、でも思ったほど硬くもなく、まあ結構割れやすいですね。これは意外でした。それでは2つ目割ってみます。うん、やっぱり1回では割れないですね。でも斧が弾かれるほどでもないので、まあ何回か、2、3回で割れるって感じですかね。まあ一旦半分になってくれれば、あとはスパスパ割れる感じがします。柳の木はね、僕多分薪として燃やしたことないと思うんですよね。まあ乾燥が必要なので2年後ぐらいになるとは思うんですが、どんな燃え方をするのか見てみたいと思います。まあ今回は3種類の木を割ってみて、割れやすさの順番で言うとですね、まあこんな感じでしょうか。杉が一番割れやすくて、2番目が C の木、柳がこの中では一番割れにくいという感じですかね。でも柳の木、広葉樹の中ではまあまあ割れやすい方だとは思いますね。もっともっと割れない木もありますからね。ファクトリー9。割れない木といえばですね、うちにある一番割れない木なんですけどもね、これね、本当に短くて小さいんですけども、全然割れないんですよね。これうちの庭に生えていた松の木なんですけどもね、枯れちゃったんで切ったんですけども、焚き付けにしようかなと思って小さく割ろうと思ってたんですけどもね、いざ割ろうと思うとこんな感じなんです。炎が弾かれるようなことはなくて、ちゃんと食い込むんですよね。それでもこんなに割れないんですよ。松の木ってこんなに割れませんかね。
結構力を入れて振ってるんですけども、食い込むのに割れないんですよね。手がしびれるばっかりです。アクト EQ、 ちょっとこういう時はですね、気持ちを入れ替えてよく割れる C の木を一発割ります。別に何かの試合でも何でもないんで、気持ちは関係ないんですけどもね。でもこの割れるイメージであの松の木に挑むと。さあ割れるでしょうか。カラスが笑っています。アクト EQ ということで、今回は薪の割り比べでした。 C の木のように割れやすくて結構日持ちもするっていう薪が僕は一番好きなんですが、手に入れやすくて割れやすい杉の木もね、例えばキャンプとか、まあ今流行ってますけども、キャンプなんかにはね、杉の木いいと思うんですよね。火がつきやすいですし、あと持ち運びがね、軽くて楽ですよね。薪ストーブで使うのか、キャンプとかアウトドアで使うのか、まあ用途に応じて樹脂を選ぶっていうのもね、大事だと思います。今回の動画いかがだったでしょうか。気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価、コメントなどよろしくお願いします。